ポープ軍はアメリカ合衆国イリノイ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4470人であり、2000年の4413人から1.3%増加した。人口ではイリノイ州最小の軍である。軍庁所在地はゴルコンダであり、同軍で人口最大の都市でもある。ポープ軍は1816年に ギャラティン軍とジョンソン軍の一部を合わせて設立された。軍名は、イリノイジュン州,州、ストム長官を務めたナサニエル・ポープにちなんで名付けられた。最初の開拓地は1798年に、現在のゴルコンダ氏がある場所に作られたもので、オハイオ川の渡し船を運航する地点だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は374.30。 平方マイルであり、このうち陸地368.77平方マイル、水域は5.53平方マイルで、水域率は1.48%である。軍全体が丘陵であり、雨の多い季節には小川が丘陵を流れ降り、様々な大きさと高さの滝になる。軍内には、入りの移住、小2位丘陵に多くある州立公園の一つ、ディクソンスプリングス州立公園があり、 また、承認国立の森の一部もある。南と東は、オハイオ川に接し、ケンタッキー州との宗教になっている。近年、群長所在地である、ゴルコンダ市の平均気温は1月の歌詞21度から7月の歌詞87度まで変化している。過去最低気温は1994年1月に記録された歌詞22度であり、 過去最高気温は2007年8月に記録された下市104度である。月間降水量は10月の3.22インチから5月の5.02インチまで変化している。人種別人口構成以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。